どうもヤナッペです。今回はリアップ使用開始8ヶ月後の経過報告になります。いや本当ね、申し訳ございません。投稿が遅れてしまいました。うん、分かったよ。あー、エスキだ。エスク、このダイナのエスがある。あー、ダメだ。いや、SVS で、うん、あれす、ロック、あのロック、ロック。うわー、あー、うまい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 。ほらね、ヒヒーン来るやろ、ヒヒーン、はい、ヒヒーンが来て、これでジジジジジーンってなる。なるほど。ヒヒーンって来るやろ。はい、これは当たるんよ。ドゥン、アドゥン、はい、ディ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 。おわ！馬！馬が馬馬がな、ダーンダーン、はい、ディ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 、おわ！シャー！前回の動画で5ヶ月間悩まされたミノキシジルアレルギーによるかぶれが収まったっていうお話をしたんですけど、正直なところまだ不安は残ってたんですよ。今たまたま肌の調子がいいってだけで、またすぐにね、かぶれが起きてしまうんじゃないかと。ではここ1ヶ月はねどうだったかというと、全くねそんなこともなく、通常の用法用量で問題なくリアップを使えています。以前かぶれについて製造販売元である大正製薬さんに問い合わせた時も、一度ミノキシジルアレルギーを発症すると治ることはまずないので、二度とリアップを使用しないでくださいと勧告されたんですけど、努力の甲斐あって無事克服することができました。私、アトピー動画を投稿していた頃から、アレルギーは努力次第である程度はね改善できるっていうお話してましたが、これはね本来医師の管理下の下でね行うべきことですので、今かぶれが起きている方、私と同じようにかぶれが起きたらやめるっていうのを繰り返して体に慣れさせればいいってだけでしょ、なんだ簡単じゃんなんて思わないでください。アレルギーには許容量があります。これは人それぞれ違うので、多量摂取しても症状が出ないって人もいれば、ごく少量の摂取でアナフィラキシーを発症してしまう人もいます。この見極めが非常に難しくて、その時の体調によっても許容量っていうのは変わります。頻度や量をうまくコントロールしなければいけません。患部の様子をよく観察して、かぶれの兆候である発赤や発疹が現れたら一旦使用を中止して、回復するまで焦らずに待つってこともね大切です。私の経験上、ミノキシジルによるかぶれの一歩手前では皮膚がブヨブヨして柔らかくなるだとか、リアップ塗布直後に強い爽快感が現れることがありました。かぶれによって頭皮環境が悪化すると、頭髪の成長を阻害したり抜け毛につながるってこともねあります。やはりかぶれを引き起こさないことが重要なんですね。現在の様子ですが、1ヶ月ほど通常の用法用量でリアップを塗布していました。私の感覚としては大きな変化ってのはね感じられませんでした。もともとミノキシジル外用剤はしばらく継続使用した後に効果が現れることで知られているので、変化を感じるっていうのはねまだまだ先になると思います。ここで私がね一つ思うことなんですが、これもしねこれ以上の変化がなかった場合、頻度量を落としてここまで使用してきましたけど、すでにリアップの発毛限界に到達していた可能性はあると思います。そうであればかなりコストを抑えつつ効果を得られたという非常にね喜ばしい結果になったと言えますね。リアップ検証を開始してから今ね8ヶ月経過してるんですけど、実はねリアップまだ1本すらね使い切ってないんですよ。月のお小遣い5000円の私にとってはこれはねかなりありがたいですね。もちろんこんな使い方でここまでね生えること自体かなり珍しい方だと思うんで、私がね証明です。皆さんも真似してくださいなんてね絶対に言いません、言えません。こんなこともあるんだ程度に聞き流してください。はい、このような結果になりました。でね、私このリアップ検証を1年間は続けようと思ってるんですけど、うん、どっちだ。それがね終わったらどうするかで、1個考えてたのは、リアップってやめると数ヶ月で元のハゲに戻っちゃうんですよ。で
リアップをね完全に中止して抜け毛防止のフィナステリドのみに切り替える。でそれで生えた髪っていうのは維持できるのかどうか、それで維持できるんであればフィナステリドのみの方がコスト的にもだいぶ楽ですし、リアップって朝晩塗るの地味にめんどくさいんですよ、それがなくなるっていうのはね結構でかいんじゃないかなと思います。そういった検証が1点と、で最近ねコメントで視聴者さんからね 16% のミノキシジルを使ってねかなり効果を捕まないで、この棒捕まないで、 16% のねミノやめて、パパ今撮影してるからやめてね。視聴者さんからね 16% のミノキシジルを使ってかなり効果を感じてますよってねコメントいただいたので、16% に切り替えてみる。どっちがね興味ありますかね。それ以外にもこんなね検証してほしいというか、やめて動かさないで方がね、いらっしゃいましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。